ちょっと汚くてすいません。以前からね、このタイプのサイレントカップを持っていました。多分、スベア 123R 用を、ポチった時に間違えて送られてきた、サイズ違いでね、これも123のカップに上にちょんって乗るぐらいは乗るんですが、はい、これは持ってたんですけど結局使ってませんでした。使いたいなと思ってたんですけどね、なかなか巡り合え、タイミングが合わず巡り合えてなかったんですが、行ってしまいました。はい、購入したところはここです。はい、で、ここでね、違うタイプの、このタイプのサイレントカップも売ってましたんで、入手できました。はい、で、入手したのは新しいタイプのポンプで、予備部品、メンテナンス部品ですね。これを入手しました。これは何がついてるの、プレヒート用の綿がつけてくれてあるんですね。これはもともとついてんのかな、ワイヤリングしてあるから後でつけてくれてるのかもしれませんね。はい、ドラゴンフライ買ってしまいました。使えるのかどうか分かりませんが、シグのファイアジェット用にの、タンクに、ポンプがついてるんですが、シグの規格と一緒ということなので、はめてみたいと思います。ちょっとなかなかはまりにくいっていうことでしたけどね。お、硬いな。ちょっと初めてなんでね、ちょっとカメラアングルから外れてますけど、ここがつばが MSR のタンクよりも広いんで、こう広がった形になって漏れやすいということでしたね。ちょっとどんだけうるさいのか。これは先にポンピングしといてもいいのかな。最初液出しするんかいな。ちょっとアルコールで一回プレヒートやってみましょう。
理しとけよって話なんですが、ごめんなさいね、嬉しくてね、今帰ってきたとこですわ。初天下、どんだけうるさいのか知りませんけど、ちょっと危ないのは溶けときますね。いけるかな。かもしれないけど、もううるさいうるさいって聞いてますけど、これはこのぐらいだったら、小部屋のブースタープラスとか、グリーン のマルチバーナーの方がもしかしたらうるさいかもしれませんね。とろびもいけるって言ってるけど、ほんまにいけますね。この間ね、火もスパッと消えますね。この間インスタライブに視聴させていただいた時にね、なかなか MSR 買う機会がなくて、あんまり情報は私持ってないんですけどね、いろいろ教えてもらいました。でまあその中でね、一回買って使ってみはったらええんちゃいますというふうに言っていただきました。まあ今まで気にはなってたけどなかなか入手できなかったんですけどね、まあそういうふうに言ってもらえる時が何かの縁なんだろうなと思って、今回、本当はタンクこのね、ボトルを見に行くだけのつもりやったんですけど、はい、お話いろいろ
長時間ね、お話しさせていただきました。ありがとうございます。店主の、方ね、ありがとうございました。でいろいろお話しさせていただいた中に、いや在庫ありますよっていうふうに言っていただいて、で、まあ使ったね、形跡の状態ではあるんですけどね、全然私的に OK のレベルだったんで、お値段もお値段でね、提供いただきました。はい、なんぼでっていうのはね、そのお店に行って、お値段をね確認いただければなと思いますんで、でまあその他のねいろんな店主さんの思いをね、が詰まったものがいっぱい置かれてますんで、一回行ってみてね、お話しされて、ご購入されるのがいいんじゃないかなというふうに思います。まんまと、口車に乗って買ってしまいましたの巻でした。初めての MSR、 ちょっとこれからいろいろまた遊んでいきたいと思います。以上です。